こんばんは高野ノクです、えー、今回ご紹介したいジャズスタンダードナンバーって言っていいのかな、まあ、ジャズ名曲なのかもしれませんけど、まあ、その境目よくわからないんですけどとりあえずジャズマン作曲の名曲を紹介したいと思いますそれはマイリトルスウェードシューズですねチャーリーパーカー作曲1951年が初演だと思いましたとっても明るくて可愛いメロディーのナンバーですよねパーカーナンバーの中でも、まあ、もっと とも分かりやすくて親しみやすいナンバーなんじゃないかなと思っておりまして大おすすめでございます。ということで今回も3曲ご紹介したいんですけれどもやっぱりまあ最初はパーカーの演奏ですかねあのデビッド・ストーン・マーチンの邪映がとても印象的なサウス・オブ・ザ・ボーダーですねチャーリー・パーカーバーブですレーベルはで。これがですね面白い編成なんですよね。ピアノベースドラム プラスですね、まあ、もちろんアルトサックスのカルテットにパーカッションが2人参加してるんですよ。ボンゴとかあのコンガで参加しているね、まあ。コンガはルイス・ミランダですよね。だからチャーリー・パーカー・セクステットなわけですよ。6人編成なんですよね。まあ、とっても楽しい演奏でもう聴いててなんかウキウキしてきちゃいますよね、まあ。パーカーのアルトサックスも切れ味もいいですし歌心満点ですしですね。<laughs> でさらに、 ウォルター・ビショップのピアノがとてもいいんですよ。バッキングもいいですし、あとピアノソロ自体は短いんですけれどもね。だけど芯のあるピアノ、なんかピアノの音色がすごく芯が通っていて、すごく明快で吐き出のある良い音で弾いてるんですよね。だもうちょっとね、演奏してくれるといいかなと思ったところでまた戻っちゃうんですけれどもね。 まあ、これぐらいの塩梅がちょうどいいのかもしれませんけれどもね、まあ、とにかくねこのサウス・オブ・ザ・ボーダーはとてもおすすめなアルバムなので、ね、ぜひあの聴いてみてください、えー、次がですねやっぱりグラント・グリーンかなって感じでねザ・ラテン・ビットブルーノートですねこれ1962年のもうね,ねっとりコクのあるギター、ね、シングルトーン中心でね伸びやかに歌ってるんですよね まあ、サウス・オブ・ザ・ボーダーの演奏のテンポに比べると若干早めなんですけれどもちょっと快活でノリが良いって感じでですねまあ本当に麦わら帽子かぶってですねプールサイドで。 あ,のあれですよ、肉よりもキャベツがいっぱい入ってびしょびしょになった焼きそばとビールがうまいぞみたいな、なんかリゾート音楽というか、夏に聴くとすごく雰囲気が出るぞみたいなね、なんかスイカが恋しくなるぞみたいなね、このラテンビット自体がそういう雰囲気持ったアルバムなんですけれどもね、もちろん冬に聴いても楽しいですよ、あったかい暖房の部屋でですね、かき氷食いながら聴いてもいいとは思うんですけれども。 まあ、すごくね夏リゾート地みたいなねそうするとなんか安っぽいなんかハワイアンに連想するかもしれませんけれども全然そんなことないです安っぽくないですコクがありますもうコテコテとまではいきませんけれどもすごく肉厚でですね温かくてまろやかでですねでしかもグラントグリーンのギターが本当ノリノリでですねシンプルなんだけれどもすごく説得力のあるですねフレーズを次から次へと繰り出してくれていますのでなかなか グラント・グリーンが演奏するね、ザ・ラテン・ビットバージョンのマイ・リトル・スウェード・シューズもおすすめのナンバーです。そして最後、これはね、大おすすめですよ。ぜひ聴いてみてください。ピアニスト、ジーン・ハリスの、あ、リトル・ピース・オブ・ヘブンっていうアルバムがあるんですけれどもね、コンコードから出ているね、1993年発売かな。これ、すごいスケールでかくていいですよ。もうノリノリでですね。 もうひたすすら楽しいですよねこの「マイ・リトル・スウェード・シューズ」っていうねかわいらしい愛らしいこのメロディーを持った曲とこのジーン・ハリスのですねちょっとソウルフルなんだけれどもとても分かりやすくて明快な歯切れの良いピアノがぴったりと合ってるわけですよ、まあ、ジーン・ハリスといえばねザ・スリー・サウンズのピアニストなんですけれどもブルーノートのスリー・サウンズのアルバムお聞きになった方もたくさんいらっしゃると思うんですけどまさにあの感じなんか 明るいんんんででですすすよよよねねジンハリスのピアノってでエネルギッッシュななタッチも強靭なんですよ、ね、だから、ね、これはもうね彼のために書かれたんじゃないかと思うぐらいですねすんごい相性の良い演奏なんですよでちなみにベースがルーサー・ヒューズで、えー、ポ,ーポ,あポ,ポープってなんだって <laughs> ポール・ハンフリーがドラムで,でロン・エッシュテがギターで参加しているですねカルテットなんですよ あの一瞬ピアノトリオかと思っちゃうんですけどもまあギターが参加していてですねそれでまあ別にギターいなくてもいいんじゃねえなって思うぐらいですね <laughs> 本当もうピアノトリオでも全然十分通じますよこのダイナミックなスケール感みたいなね。 そういうね、もう嫌なことがあったら吹き飛ぶね、もうちょっとしたことだったら日常の些細なね、ちょっとした不満みたいなのも、これ聞いてみたら、なんで俺は小さい人間なんだ、どうでもいい小さいことに振り回されてコーデしてる俺っていうのは、なんて小さな人間なんだと思っちゃうぐらいスケールが大きくてね、明るくてね、すごくいい気分にさせてくれますよ。で、先ほど、まあ、ピアノ取レのもいいんじゃないかって言ったんですけど、実はね、ロン・エステのギターソロも、最初はね、 もう盛り上げに盛り上げても和音の連打タタンタンタンタタンって和音の連打とかところどころに出てすごくダイナミックに盛り上げてくれてる中あのギターソロが始まると一瞬テンション落ちちゃうんですけれどもだけど少しずつ少しずつ盛り上げてきてですねでこういうのもいいのかなみたいな例えばほら天丼をいっぱい書き込んでてあのご飯とか あのエビ天をこうかっこんでてうんいいねーってもり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 ってう食べてるのがジン・ハリスのピアノだとするとまあちょっとあの箸休めねってことでちょっと味噌汁飲んだりおしんこつまんだりする瞬間みたいのあるじゃないですかそれがまさにねロイエンステのギターだと思うんですよでちょっとあの一段落みたいなおしんこポリポリみたいなねちょっとお茶も飲んでそしてよーし食うぞーっていう期待感を高めてで あのまたたジーン・ハリスのピアノに戻るみたいな感じでねだからアクセントとしてはずっと終始モリモリな感じよりもちょっとだけテンション落ちてでもまたじわじわ少しずつ、まあ、ギターも結構悪くないよねって思ったところであそろそろジーン・ハリスのピアノが戻ってくるかなって期待をさせてそれでその期待に応えるかのようにまたジーン・ハリスのピアノが戻ってくるっていうねその流れもなかなか心にくい配置なんじゃないかなとは思ってますのでまあ要は飽きないんですよね。 やっぱりあの天丼だけよりも、やっぱおしんことかね、味噌汁がサイドであった方が飽きずに食べ続けられるじゃないですか、胃もたれしないじゃないですか、それと同じような感じかもしれませんね。だから意外と論えして、いい効果を上げているんじゃないかなと思っておりますけれども、でもやっぱりね、ジーン・ハリスはね、いいピアノ弾いてるんだよね。<laughs> こればっかり聴いてた時期ありますなんかすごい明るく前向きな気分になるんですよ。 まるでエロール・ガーナーのあれですよコンサート・バイ・ザ・シーに匹敵するぐらいのパワフルエネルギッシュなですね演奏ですのでぜひ未調の方にはお勧めしたいなと思っておりますまあもちろんね「マイ・リトル・スウェード・シューズ」だけではなくて他の曲も、まあ、すごくねこれライブ版なんですけれどもノリノリでほんと楽しいアルバムだと思いますのでぜひね「アリトル・ピース・オブ・ヘブン」ってあんまり有名じゃないかもしれませんけれどもこれを機会にぜひ聴いてみてください ということで今回はですね、チャーリーパーカー作曲のマイリトルスウェードシューズというナンバーをご紹介させていただきました。また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。